距離打ち競馬とは19世紀後半の日本において外国人居留地で行われた競馬のことを言う。横浜、神戸の両居留地で行われたが神戸におけるものは数年で廃止されたため、もっぱら横浜におけるものを指す。距離打ち競馬は日本における初の西洋式の競馬であり、現在日本で行われている競馬のルーツである。距離打ち競馬は、 春秋2回それぞれ2日ないし4日開催され、居留地における採点の側面を持っていた。競馬開催中は、居留地内の外国人経営の商店や銀行は、休業し、競馬の観戦や運営に当たった。また競馬開催前に、横浜港に入港した外国の船舶の乗組員が、競馬を観戦する習慣もあったという。 距離打ち競馬時代の横浜競馬場1860年6月19日、現在の横浜市元町に建設された馬蹄型の馬場を用いて行ったとされる競馬が現在市場によって確認可能な最古の距離打ち競馬である。1861年、横浜州保守弁天社浦西の海岸を埋め立てて造成した土地に建設された馬場において、居留外国人が競馬を行った。 1862年、距離打ち競馬の試行体として、横浜レースクラブが組織され現在の元町及び山下町付近の円競馬場において競馬が行われた。競馬が行われた具体的な時期については、諸説ある。5月1から2日節、ザニッポンレースクラブ1862から1912による8月1から2日節、JR ブラック。 ヤングジャパンによる10月1から2日節、横浜市志向、ザ・ジャパン・ヘラルドによる1863年以降は、居留地競馬場が住宅地とされたため、イギリス軍20連隊の連兵場及び、北方町明光寺坂下の道軍法術場において、競馬が開催された。武士による競馬を描いた、イラスト1867年、江戸幕府によって横浜競馬場が建設され、 囲碁道競馬場において、居留地競馬が行われるようになった。1880年6月9日、明治天皇からの菓子品を商品とする競争が開催された。囲碁同用の趣旨の競争が定期的に行われるようになり、現在の天皇賞へと発展した。1888年秋、日本レースクラブが日本初の馬券を発売した。居留地競馬は、 違い保権に基づいていたため、明治政府による賭博禁止の影響を受けなかった。1868年12月25日に居留地東北部の砂地でクリスマスの催しとして西洋式の競馬が行われた。翌1869年3月には兵庫レースクラブに会消が発足し、同年4月に再び居留地東北部の砂地で競馬が開催された。 同年秋に居留地の北、生田神社の東にあたる場所に、競馬場が建設され、囲碁道競馬場において競馬が行われるようになった。競争場にはポニーが用いられた。ホークが資金難に陥ったことが原因で1874年秋の開催を最後に、競馬は行われなくなり、1877年にホークは解散。神戸における居留地競馬は、 終焉を迎えた。ありがとうございます。